スタイルに対してどのような対応をしていくのか、これが最も大きな争点だと思います。まだまだ自民党も民主党も兵器どうしていくのか、北朝鮮のミサイルどうしていくのかという政策が打ち出せていないように思います。今一生懸命考えていることだと思います。ぜひこの2つの論点、兵器どうしていくのか、北朝鮮のミサイル問題どうしていくのか、私ども国民民党と自民党民主党の政策をぜひご比較ください。国民民党は積極減税による景気回復、消費税の全廃による景気回復をぜひ成し遂げたいと考えております。そしてまた北朝鮮のミサイル問題についても自民党民主党ともに明確な答えを出してくれておりません。だからまず国民民党が自然たる態度によるミサイル阻止、自然たる態度によるミサイル阻止を訴えております。ご通行中の